ようこそ神竜王城へ。ここまで来ればもう安心よ。ここが王城。綺麗な場所ですね。あなたにはお帰りと言わせて。たとえ記憶がなくとも、私はいつかまたここにあなたを迎えたかった。お帰りなさい。ただいま戻りました。ありがとう。ダメね、嬉しくて涙が出そうだわ。ルミエル様。バンドレ、クラン、フラン、竜の森人たるあなた方にはお礼を言わないと。眠る我が子を守護してくれたこと感謝いたします。もったいなきお言葉です。本当にもったいないお言葉です。嬉しすぎてまた卒倒するかも。褒められてしまった以上、今後も伸び続けるしかありませんね。それにしても驚いたわ。リトスの地に異形兵が現れるなんて。異形兵？あなたたちが草原で戦った敵のことよ。あの化け物ですか。私は奴らが苦手です。見ると背筋が凍るような感覚が。そう感じるのは無理もないわ。あれは死した人間が悪しき力で蘇った生ける屍。千年前の戦争でも蛇竜が刺激していた兵たちよ。幾千万もの超実月の間、このエレオス大陸は平和だったのだけれど、千年前突如として邪悪な存在が現れたの。それが蛇竜、名はソンブルよ。奴がどこから来たのかだけはどれだけ調べてもついに手がかりがつかめなかったけれど、戦を仕掛け破壊の限りを尽くす者たる以上、私たちの敵であることに変わりはないわ。そして異形兵がはびこっているのなら、蛇竜が目覚めている可能性がある。あなたが同じ時期に目を覚ましたというのも気になるの。もし蛇竜の封印が解かれてしまったのであれば、私たちは再び戦う覚悟をしないと。蛇竜を相手に戦うだなんて。大丈夫よ、奴はすぐには仕掛けてこないはず。王城には神竜の気が満ちているから、異形兵もやすやすと足を踏み入れられないわ。今のうちに策を講じましょう。紋章師マルス。ルミエル、久しぶりだね。宣告は力を貸してくれてありがとう。僕だけでは何もできなかった。思い出してもらえたおかげだよ。もしかしたら他のみんなも同じように目覚めているかもしれない。そうね。他にも紋章師がいるんですか。あなたに伝えておくことがあるわ。私についてきて。ここは指輪の間よ。紋章師の指輪が安置されている部屋。ここには他にも聖騎士の指輪、剣王の指輪、青き風空の指輪、そして聖王女の指輪、導き手の指輪があるの。マルスの宿る英雄王の指輪と同じように、それぞれ紋章師が宿っているわ。マルスのような指輪がそんなに。全部で6つもあっただなんて。いいえ、紋章師の指輪は全部で12。残り半分の指輪は他の国に託してあるの。危険だから。危険？紋章師たちは12全ての指輪を持つ者に強大な力を与えてくれるの。エレオス大陸は代々神竜族が力を賜り、正しきことに使い大陸を繁栄させてきたわ。千年前の戦争でもその力のおかげで蛇竜を封印することができたけれど、それゆえ指輪を求める者も多く現れた。強大な力は持ち主次第で
善にも悪にもなり得るわ。だから一箇所にとどめずに別々の場所に保管しているんですね。力が与えられるのは千年に一度、そして今がちょうど千年目の時。時が来れば神竜が各国を巡り、王たちから愛と信頼を持って指輪を託されるのが通例よ。この儀式はもうすぐ私が執り行うはずだったのだけれど、蛇竜も指輪を狙っていれば危険だわ。先に紋章師を権限されてしまうかもしれない。権限ですか？紋章師を指輪から呼び出すことよ。さっきあなたがマルスを呼んだようにね。その力は竜の血を引く王族にしか使えない。あなたは間違いなく私の子よ。あの時頭の中に呪文が浮かんだんです。呪文？輝け始まりのエンブレム。気がつけばその言葉を口にしていました。そうしたらマルスが助けに来てくれたんです。呪文でマルスを権限させたのね。その時あなたは何を願っていた？私はただクランとフランを助けたいと。失うのは嫌だ、私が守りたいと、そう思ったんです。皆のためを思ったのね。これからも権限の時にはその気持ちを忘れないで。決して奪うためではない、守るためにその力を借りたいのだと。はい。次は実践の鍛錬をしましょう。神竜の王族としてやるべきことはたくさんあるわ。ここなら存分に鍛錬ができそうね。紋章師の力がいくら強くても戦うのはあなた自身。その身と心が強くならないと紋章師も力を発揮できないわ。バンドレ、クラン、フラン、あなたたちはこの子を助けてあげて。しかし模擬戦といえどルミエル様に刃を向けるなど。甘いことを言っていると倒れるのはそちらの方よ。異形兵？もちろん本物ではないわ。訓練用に作ったものよ。材料は植物や岩だけれど、性能は互角。油断したら怪我では済まないわ。偽物でもやはり嫌な感じがしますね。他の訓練方法はないのでしょうか？ダメよ。戦場では誰も待ってくれないの。どんな敵でも立ち向かわないといけないわ。どうか逃げないで。あなたは私の子、皆を守る神竜なのよ。わかりました。大丈夫ですよ神竜様、私たちががっちりサポートしますので。はい、フランの言う通りです。目線一つでいいように使ってください。ルミエル様と戦うのは気が進みませんが、ご命令であれば仕方ありませんな。このバンドレ、必ずやあなた様に勝利。みんなありがとうございます。頑張りますね。さあかかっていらっしゃい。射程の長い武器を持つ敵がおりますな。奴らは離れたところから一方的に攻撃してきます。どうかお気をつけくださいませ。あ、神竜様、僕は魔法を使うことができるんです。離れたところでも近くでも攻撃できて、
守りの固い相手にもダメージを与えることができますよ。私はこう見えて戦いのサポートが得意なんです。回復の杖で怪我を治せるんですよ。それから隣で戦う味方をかばうこともできます。かばった後はちょっとひるんじゃいますけど、怪我をした時や怪我をしたくない時はぜひぜひ私に任せてください。目線ありがとうございます。そこに斧を持った敵がいるでしょ。斧の敵には剣が有効よ。武器には相性があって、例えば剣は斧に、斧は槍に、槍は剣に強いの。相手に対して強い武器で攻撃すると体勢を崩すことができるわ。ここは剣で攻撃してひるんだところを叩くのが効果的ね。私だって。竜の守り人として。お呼びでしょうか。よくやったわ。今見た通り剣は斧に有効よ。これからも武器の相性を気にかけてみて。体勢が崩れた敵はしばらく反撃してこないから、そこを狙ってとどめを刺すといいわ。33代目の実力です。
ていてくれましたか。私も見ているだけではないわよ。さあかかっていらっしゃい。遠慮はいらないわ。わかりました。行きます。よっ、ほっつく。ルミエル様、主たるあなた様に刃を向けることをお許しください。そんなにかしこまらないで。今のあなたはあの子の騎士よ。私のためにも全力で来てちょうだい。私の負けね。すごいわみんな。戦い方の基本は分かったようね。では次の鍛錬に行きましょうか。あなたたちはそこで待っていて。さて位置についたところで次の鍛錬を始めましょう。ここからはより実践的な模擬戦を行うわ。私も本気で戦います。これも使わせてもらうわね。あれは聖騎士の指輪。こちらも紋章師を権限します。私はシグルドだ。力が必要なら応じよう。紋章師シグルド、強者の風格ですね。紋章師はそれぞれ能力が違うのよ。異なる紋章師と共にいれば異なる力や技を使うことができるわ。紋章師シグルドにはマルスとはまた違う強さがあるということですか。気を引き締めていきましょう。牙の敵がいるね。僕のレイピアは牙に対して有効だ。僕とエンゲージするとレイピアが使えるようになるから、戦う時は試してみるといい。
休みなさい。連携が取れているわね。そろそろこちらからも仕掛けさせてもらおうかしら。行きましょう、シグルド。一気に距離を詰められましたよ。あの機動力が紋章師シグルドの強さのようです。敵に回すと恐ろしいですが。あなたたちの勝ちよ。強くなったわね、みんな。みんなお疲れ様。私とシグルドを破るなんてさすがだわ。これにおごらず今後も腕を磨いていきましょう。よく頑張ったわね。はい。緊張しました。ルミエル様と戦うなんてまさかの展開すぎて。でも無事に勝利できてよかったです。目覚めたばかりでいらっしゃるのに、どんどんとお力を上げておられますな。この剣をあなたに授けるわ。これはあなたが使っていた。神竜のみが扱える由緒ある剣よ。ずっと私の愛剣だったのだけれど、きっと今のあなたになら使えるはず。私に勝ったお祝いとして送らせてちょうだい。ありがとうございます。必ず使いこなしてみせます。そうね。それからこれも。指輪？これも紋章師の指輪ですか？これは私が作ったただの装飾品。約束していたの、眠る前のあなたと。約束？お誕生日にあなたに似合う素敵なものをプレゼントするって約束。内緒で作っていたのだけれど、出来上がる前に眠ってしまったから。あの時に約束したお誕生日は
とっくに過ぎてしまったけど、これをあなたに。それは受け取れません。その指輪には大切な約束があるんでしょ。残念ですが、今の私に受け取る資格はありません。もし渡すのなら、記憶を取り戻した時の私に、いつか全てを思い出した時、もう一度渡してください。全てを思い出した時、ねえ、私と戦ってみて何か思い出したことはある？ごめんなさい。いいの、謝らなくていい。全て思い出さなくったっていいわ。それでも、もし私を少しでも母だと思ってくれるのなら、その時は母さんと呼んでほしいの、千年前のように。ごめんなさい、今のは独り言。親子としての時間を過ごしたくて、ついあなたに会えて嬉しくてわがままを言ってしまったわ。わがままだなんて、そんな。すっかり困らせちゃったわね。今日はもう休みましょうか。起きたらまたゆっくりお話ししましょうね。約束。指切りしてくれる？はい。さすがですな。今日はゆっくり休みなさい。